どうも皆さんこんにちは、レッドです。実はもう少ししたらね、とあるパーツを取り付けるんですけど、そのとあるパーツを取り付けるためのとあるパーツを買いました。それがこちら、カーボンエアロキャッチです。 D1 グランプリじゃなくて D1 ジェネレーションです。 D1 参考ダイナミックな意味がわからない、メイドインチャイナ。うわ、もうこれ届いた時からね、箱がねこんな感じでズタボロにね破れてたんですよ。結構ひどい。そして表面だけが本物のカーボンで、裏側はね PPK か ABS 樹脂を使ってるっぽいです。そしてこの部分をプッシュすると、ここがねパカッと開いて、これをガッて上げると、ここのね金属がこんな感じでスライドして、この付属のアルミのステーがここにねプスッと刺さって、このレバーを下ろすとロックがかかって、こうやってボンネットが開かなくなるようにするためのエアロキャッチです。でね、このエアロキャッチを購入して SNS にね、こういうの買いましたよっていう風に発信したら、チームマーニャのマーニャくんが、これはやめた方がいいですよ、まずね強度がなくて動きが悪いっていう風にね言われました、だから使うのをやめます、ということで今回はねこちら SFC のエアロキャッチを購入しました。これが正規品のエアロキャッチです。ということで今回の動画はね、偽物と本物はどのように違いがあるのかを検証していきたいと思います。それでは検証作業レッツスタート。今回の動画で偽物と本物でどのように性能の差があるのかを詳しく見ていきたいと思います。そしたらパッケージから見ていきましょう。まず正規品はメイドインイギリスです。裏側には取り付けのなんかね説明が書いています。そして偽物です。まあ表にはね D1 ジェネレーションとかねのちょっとわけのわからないことを書いております。そして、裏側にね、これびっくりなことにね、こちらね、黒マジックで塗りつぶされてるんですけど、メイドインチャイナなのになぜかここにね、japan.co って書いてるんですね。何が日本なのかがわからないです。そして正規品にはこのようなね、ステッカーが付属されております。これ見えにくいんですけど、aerocatch.com っていう矢印のステッカーが入っています。でこっちの白いやつはエアロキャッチの本体ね、多分貼るステッカーじゃないのかなと思います。そしてこれが付属のビス類の違いです。大きな違いとしては、この付属のナットの厚みが2倍ほどね違います。ワッシャーもね若干でかい、まあ、こういったワッシャーも若干サイズがでかい。このちっちゃいナットに関しては全く一緒ですね。ほとんど多分違いがありません。そしてエアロキャッチを止めるための六角ビスなんですけど、長さが若干違いますね。この長さに違いがあるのはちゃんと理由がありますので後でね説明します。続きまして本体を固定するための棒です。長さがまずね違います。正規品が 124mm です。そして偽物が 134mm。あとしれーっとねここの棒のサイズがね違うんですよ。これが偽物についているナットなんですけど、この本物のやつだとねちょっとガバガバ、ワンサイズ大きい状態です。そしてねこの正規品はゴムがねしっかり入ってるんですけど、この偽物はね結構ガバガバ、こっちはねまあちょっとね力入れればね動くんですけど、もう片方に関してはねこうやってペンってペンって落ちちゃうんですよ。そしてね近くで見るとアルマイトの処理の仕方がね全然違います。正規品はきっちり均等にアルマイト処理をされてるんですけど、偽物はね結構アルマイトのムラが激しいのと、作りがやっぱ雑なところがありますね。これアルマイトなのかどうかすらわからない、どっちかというと塗装なのかもしれないです。もうねお互いこうやってすり合わせるじゃないですか。そしたら本物はね全然アルマイトだからハゲてはないんですよ。全然シルバーが出てきてません。にもかかわらず偽物は軽く擦っただけでシルバー、下のね多分アルミ生地がね出てきてます。なのでこれアルマイト処理をしてなくて、多分塗装だけ
ぽいので、後々はね、これ腐食してくる可能性が高いです。そしてメインディッシュの本体です。もう今回ね、なぜ私がこの偽物を買ったのかというと、この表面がね、本物のカーボンだったからです。本物でカーボンモデルは出てるんですけど、それはカーボンプリントなので、使いたくなかったんですね。この偽物に関しては本物のカーボンを表面に使っているので、この表面に関してはね、100点です。だから正規品がね、この本物の表面だけでもカーボンを使ってくれたらね、もう間違いなく本物の買ってたんですけど、これが唯一私が偽物でね、いいなって思ったところです。次にね、開閉音を聞いていきましょう。音が全然違う。あとはね、このプッシュする硬さが違います。偽物は結構柔らかい。片手で全然余裕です。本物は結構強めに押し込まないと開かない感じです。そして開閉の度合いが違います。真横から見るとね、角度の違いがわかりますかね。そしてね、結構致命的なことがあって、正規品はね、このロック部分がちゃんとこういう風にスムーズに動いてくれるんですけど、この偽物のロック部分が結構致命的で、これマックス開いてるのにもかかわらずね、全開に下がっていません。指でね、こうクッてやって、やっと下がる。なので、このスプリングがね、弱い。このスプリングは弱い。これがね、全開に下がらないということは、このロックするための棒がね、これ、ほら、こうやって引っかかるんですよ。若干、引っかかってスムーズに開け閉めができなくなります。多分ね、スプリングを強くしたところで、これが限界。もうスプリングだとこれが限界で、手で強くグーってやるとちょっともうちょっと下がるかなぐらいだけど、うん、多分無理。一方正規品はこうやって開けると完全に穴がねフリー状態になるので、スムーズに出入りすることができます。もうこれがね、まずね、違い、大きな違い。そして偽物と本物の大きな違いとしては、横の部分にね、刻印が入ってるか入ってないかで見分けることができます。これ偽物の横にはね、高かろう強弱って書いてます。意味がわからない。で、反対側は何も刻印が入っていません。そして本物にはなんかシリアルナンバーみたいな刻印がされてるのと、で反対側にもちゃんとね、刻印がされております。これそしてね、裏から見た時のエアロキャッチのこの差し口なんですけど、偽物の方が穴は大きいんですけど、もうただ単純にストーンってね、いってるだけです。そして本物に関しては若干ね、入り口が斜めになってるので、多少ずれたとしても、ガイドとしてね、スルッて入っていきます。オープン。オープン。お互いオープンした時にね、これだけのね、致命的な差が出ます。そして偽物にはなくて、本物にあるパーツがあります。こちらです。本体の受け皿ですかね。これをボンネットの下に敷いて、で、この本体をこうやって挟んで、ビスで留めていきます。そしてこの受け皿の裏側にナットの差し込み口があって、ここにね、ナットを入れることができます。こういう風に挟み込むと強度がぐっと上がります。で、本物はね、こうやってすんなり入るんですけど、偽物はね、入りません。が若干大きいです。そしてね、偽物と本物だと、穴の位置がね、若干違います。このセンターに関しては一緒なんですけど、この外側の穴が若干ね、外側に行っています。なので、後から本物をつけようと思ったら、内側にね、やる必要があります。でね、ここが一番本題なんですけど、強度が違います。これ一見ね、同じ材質に見えるんですけど、実はね、材質が違います。この偽物に関してはね、通常のものにカーボンプレートを貼ってるので、やっぱ若干重くなってるはずなんですけど、偽物が 84g。カーボンを表面に貼っているのにもかかわらず、84g です。そして本物です。90g です。こちらがね、強化プラスチックを使っているからです。どれだけ硬さが違うのかは、こちらのポンチを使って見ていきます。こう、一定の強さで押すと、カチンってね、なります。このポンチで押した時に、どれだけね、凹むかを見ていきましょう。まずは偽物からポンチをしていきます。いきますよ。次に本物。これ映像越しだと、ちょっと伝わりにくいかもしれないんですけど、穴のサイズが全然違います。もう何パターンかやってみましょう。
こうやって見比べるとサイズが違うのが分かりますか？よく聞く話が、偽物はね、使ってるとレバーの部分がポキって折れちゃうことが結構あるみたいなんですよ。まあ、最初はいいかもしれないけど、長く使っていくとボンネットがね、万歳してしまう可能性があるので、ほんと危ないと思います。まあ、それを踏まえた上でね、買う買わないはあなた次第です。で、今回の動画とは別でね、この SFC は取り付けていく予定がありますので、こうご期待です。それではあなたのカーライフが楽しくなるように、レッツカーエンジョイ。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。Twitter、Instagram には動画で配信するより先に最新情報が載ってることがあるので、気になる方がいましたらぜひフォローをよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。